タコのボディーランゲージ。皆さんこんにちは、トミックでーす。今回はね、ちょっと今まで聞いたことはあるけども見たことないタコを準備しました。何タコかと言いますと、イイダコ。こいつをカレーに調理していきたいと思います。イイダコというタコを使います。結構みんな実はイイダコの方がメジャーなんじゃないかと、タナガダコとかなんとかダコ、ヒョモンダコとか言われていたけども、やっぱりみんなの中ではイイダコメジャーなんじゃということで、今回は、イイダコを調理していくんだけども、じゃあイイダコどういうもんなの。これね、死んでるのよイイダコ、生きてるイイダコ見たことないんだよね市場で。ちょっとイイダコ何匹いるのかちょっと揃えてみよう。ペッチョ全部で10匹のタコ、10匹いるんだ。10匹のタコがいるので、今回はじゃあこのタコをどうするのと。これはね、そうだね、ミンチキでございます。タコを今回はミンチにして、タコミンチパスタを作っていきたいと思います。そのままミンチにしても結局変な感じになっちゃうので、一回茹でます。まずはね、鍋に水を入れて火をつけて、タコを茹でます。手中タコは刺身とかの方がいいかもしれないけども、でやっぱりイイダコはやっぱりこう茹でたものをこんなものをね、プリッと食べて、プリッとするのがいいんだよな。鍋沸騰したんで、タコを一匹ずつ入れていく。タンタン入れていく。ちょっと最近これがね怖いっていうあのクレームをいただいたので、ノー編集でお送りします。茹でていく。よいしょ。わあすごい。あ、いいね、すごい。いい茹だり方してるね。あ、いい丸まり方してるね。よいしょ。この調子でどんどん茹でちゃえ。はい、茹でちゃえ。もう一丁大物。はい、茹でちゃい。チン。はい、茹でちゃえ。まだまだあるさ。ほい、さあ、茹でちゃえ。はい、茹でちゃえ。わっしょ、茹でちゃえ。イイダコ茹だるとめっちゃうまそう。こんな感じで、茹で上がりました。ほら、なんかもうスーパーで売ってるタコでしょ。イイダコうめえ。じゃあ、いよいよね、タコをミンチにするんだけども、その前にちょっと、お腹の部分を抜いて、ちょっと炭と内臓をちょっときれいにします。これ多分やんないとミンチした時に多分大変なことになるな。こういう感じすごい黒くなっちゃう。よいしょ、よいしょ。内臓と炭袋全部黒いやつを取りました。ということで、いよいよ本番のミンチにしていくんだけども、まあいけるっしょ。よいしょ。とりあえずミンチにしていきたいと思います。こんな感じ。なんか本当にカニの時とは違って綺麗にミンチになってます。やっぱ内臓と炭袋を抜いたせいか、すごいいい感じになってる。はい、じゃあいよいよね、タコミンチパスタを作っていくんだけども、まずは、人参と玉ねぎをみじん切りにします。人参、玉ねぎ、ニンニクをみじん切りにしたら、今度はね、フライパンにニンニクとオリーブオイルを入れます。ニンニクに香りがついてきたら、輪切り唐辛子と先ほどの、人参と玉ねぎを入れます。
ということで、できました。タコミンチパスタ、いただきます。感覚的にはちょっとペスカトーレみたいな感じでいただければいいかなと。本当にペスカトーレっぽい、なんかその魚介の風味とトマトの酸味がもうベストマッチ。タコをミンチにする発想、これは大当たりだ。最後まで見てくれてありがとうございます。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。